主人聞きたての予算と確かな腕で近所でも評判の娘そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気症私というものがありながら家に帰って気がしないだけど仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命肌の鏡の最後ハサミ溶けた毒ほどよく切れる今日も街はいつもの通り青鮮やかで平和な日常歩くその姿こらえきれずその場所をすぐ離れたのだけど仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す街は何やら不穏な空気何か事件が起こったらしい橋の前であの人見かけた隣の女は一体誰落ち込んだトスのあの人に寄り添う髪の綺麗な女緑の美化とても似合うわあそんなんこか仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命赤く眼を離しながら帯の修繕に精を出す街はにわかに騒ぎ始めた再び事件かんざしやってあの人見かけた隣の女は一体誰としはもいかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて一体何をしようというの本当に見境がないのねだけど仕事は頑張らなきゃしても人